はいどうも、りょうへいです。今日なんですけども、前回紹介したロキサーニ8、これをね、ちょっとメンテナンスしました。ゴリゴリ感がね、強かったんで、一度バラして、ベアリングの追加と、グリッチオイルで、オイルアップしてます。ギアにはエボ2000、ベアリングにはパッシブ、メインシャフトのベアリングにはタンブルウィードを使ってます。まあまあ、その辺細かいところは、まあ、とりあえず置いといて、このリールの特徴なんですけど、まずね、ボディが専用設計と、安い割に専用設計のボディになってますというところと、ルアーキーパーがついてます。これがね結構使いやすい。ただね、僕の持ってるウルトラキャストよりなんか柔らかい気がするな。でブレーキなんですけど、遠心力ブレーキとこのマグネットブレーキが搭載されたインフィニブレーキとなってるんですが、このねブレーキ、白が弱め、青が強めっていう風に説明書には書いてました。ブレーキは3ミリのマグネットが10発搭載されてるっていうことなんで、おそらくねこれマグネットだけでも釣りができるぐらいブレーキが効くんじゃないかなと思ってます。一旦ね遠心はなしにしといて、もうマグネットだけでできるかどうかちょっとやってみようかなと思ってます。あ、で竿はワールドシャーラの1652ミディアムの6フィート6インチの竿になってます。まあいつも使ってるやつですね。でダウズビド、とりあえずこれを投げていこうと思います。これ重さ何倍やったっけな、2分の1ぐらいあるのかな。まあまあブレーキの具合を見るのにねいいかな。ブレーキはちょっと真下ぐらいから、遠心ゼロでマグネットだけで投げれるかやってみよう。あ、強いなマグネット。あ、ギア比がね 8.0 ということで、ハンドル1回転でだいたい80センチぐらい、83センチ巻けるっていうところなんで、回収は早いですね。じゃあちょっとブレーキ弱めて、設定ダイヤルの後ろにミニマムが来るぐらい。めっちゃ伸びたな、対岸まで行ったな。まあ、50メーターぐらい飛んでるな。まだいける？これ半分ぐらいにしてみようか。あ、さすがに浮くな。さすがにブレーキ弱すぎたな。普段の僕が使ってるアウガルシアのリールぐらいかな。まあ、マックスからどれぐらいやろな。マックスから9個弱めたぐらいが、もうノーサミング、着水サミングだけやね。でラインがね今16ポンド、80メーターぐらい巻いてるかな。多分メカニカルはゼロですね、ゼロ設定ってやつ。ほんなら次ちょっとマグネットゼロにして、確かこう青が強いってなってたんで、強いのを2個とも開けてみよう。強いの2個オンしてどうなんか。遠心だけの設定もできるし、マグネットだけの設定もできると。白がね弱めってか、弱めってどういうことやん。弱めを2個にしてみよう。あ、2メーターぐらい伸びるな。ほんだらこれ強め1個とかでいいじゃん。強めを1個にして、いや投げれんねんけど、ちょっと待って、どういうこと？これルアーがいいってことちゃうよな。でも移動重心やから投げれるっていうのもあるよな。これ白が弱めやから、弱めを1個にしよう。弱め、あ、若干途中で浮きそうになるけど、もう一回弱めの1個、白1個、若干浮くな。70回転、まあ、60メーターぐらい飛んでんな。んなら白1個で若干浮くから、マグネットを5個だけつけよう。もう完璧やな。え、今日も終了やな。遠心が好きな人、マグネットが好きな人、まあどっちにでも対応できると。ただその遠心のこの機構を乗してる分、スプール重量が重たくなると。だからちょっと軽いルアーを投げたいなっていう人はあんまり向いてないかもしれないね。そういったら BF8 の方にしてもらえればいいと思う。快適やな。5個 ?1、2、3。3個にしたらどうなん。あ、初速で若干浮くけど、飛距離そこまで変わらへんから、まあ真上やね、5個真上。
ミニマムから5個の白を1個オンしとけばこのダウズ微動はいいと。うん、ダウズ微動 OK。 あ、これ飛ばしやすいからね。ちょっと飛ばしにくそうな。スピナベニション、もう糸ついたまんまやけど、ちょっと投げるだけやし、スナップでいこう。まあ抵抗があるから、これなんぼなんやろ、重さ多分ね2分の1ぐらいの重さ。ブーヤーのムーントーカーシングルビッグコロラドのスピナーベイトね。これちょっと飛ばしにくいから抵抗も強いし、ブレードが大きいのとこのワシャワシャがあるからね。これ同じ設定でいけるか、浮くな。からさらにマグネットを5個強くして、マグネットを10個にして、あ、マグネットの効き幅が結構幅が広いな。ちなみにマグネットなしやったら弱いの2個にしてみよう。弱いの2個やったら、あの途中なんか一瞬パッと浮くな。浮くけどまあまあ問題ないな。4分の1のジグにトレーラー、トータル 10g ぐらいの抵抗のあるもんで、白1個のマグネットが5個。あ、浮くな浮くな。9個ぐらい浮くな。ちょっと遠心ベースでちょっとやりたいねんな。青1個にして若干浮くな。マシにはなったけど、あ、やっぱ青と白でそこまで変わらんかなって思ったけど、まあまあ変わるな。青1個のマグネットが真ん中ぐらい、マグネットは真ん中で、まあ、いろんなルアーに対応させようと思うと中はもう青1個にしといた方がいいと思うねんな。強めの遠心1個にして、でマグネットを真ん中、抵抗のあるやつは真ん中やね。でピッチングはピッチング遠心だけ全然いけるな。8個、こっちの方が安定するな。ちょっとマグネット入れた方が、だこういう抵抗のあるルアーはこのマグネットを真ん中にして遠心の青色を1個オンにしとこうかな。じゃちょっとハードプラグいきましょう。結構きついと思うけど、このウッディベルシャローラビット、これね多分 7g な、ちょうど 7g ぐらいな。同じ設定、中の遠心は青が1個でマグネットは真ん中ぐらい。あ、投げれるな。若干浮いたけど、若干浮いたけど投げれるな。あ、きついと思ったけど、あ、でも 8g って普通の一般的なクランクのサイズやもんな。そら投げれるか。まあまあ余裕やな。大きいね、こう大きい抵抗のあるルアー。はい、これニシネルアワークスのアビの110、これ結構重たいから、まあ、マグネット真上ぐらいにしといて、だから5個かな、5個オンぐらいにしといて浮くじゃん。ちょっと調子に乗ったな。じゃあ強めを、まあ、半分から3つ緩めたぐらいかな。まあ 40m ぐらい飛ぶな。まあこうやっていろいろ物がついてて、まあまあ抵抗あるんかな。やっぱ重たいだけじゃなくて、これもあれやね、ジグと同じ設定だななんだかんだやって、ダウズ微動が投げやすすぎんねんで、いろいろ投げてわかったわ。あのルアーすげえな、飛ぶ、リップ付きのくせに。はい、ということで今日はね、アブガルシアのロキサーニ、まあ今更なんですけどね、今更なんですけどこれを買いましたと。中古で9000円で、ベアリング1、2、3、4、5が500円プラスぐらいかな。
でナイロンの16ポンドなんですけど、下はそうね、プラグで言うと7グラム8グラムぐらいから投げれると、まあ、ジグに関しても4分の1ぐらいからって感じかな。まあ、8分の3であればすごく快適に投げれると思います。だから下はもう7グラム8グラム、ジグやったらトータル重量が10グラムぐらいの方が投げやすいかな。ちょっとね、今日はあの軽いルアー持ってきてなかったんで、どこまで軽いのを投げれるかっていうのをやってなかったんですけど、そんな軽いもんは対応してなさそう。ただマグネットと遠心ブレーキと好きな方を選べる。僕は両方使ってますね。マグネットはちょっと弱めの半分にして、遠心が青色のブロックを1個オンにしてる。まあもう1個白オンにしてもいいと思う。遠心だけの人は青と白1個ずつオン、強めが好きな人は2個青色をオンすればいいかな。白2個オンでもいいけどね、まあ、その辺は好みでいいと思うんですけど、まあ、遠心だけとかマグネットだけでも全然投げれるんで、好きな方を選べるということで、アボガルシアというメーカーに抵抗なければ一度買ってみて損はないと思いますね。面白い。ただスプール重量が結構あるんで、ほんまにあの軽いもんはあんま投げれないと思います。まあ、ダイワのね SV スプールなんかは 2g ぐらいのスモラバにちょっと大きめのトレーラーつけて、トータル重量 5g ぐらいでも投げれたりするんですけど、それはさすがに無理かなという感じです。まあ一般的なベイトで扱う重量であれば好きな味付けで使えると、まあ、両方使いたいなという人は中の青色1個オンにしてもらって、あとはもうマグネット真ん中ぐらいから上下させてもらったらいけると思います。まあそんな感じですかね。ということで今日はね用事があるんでこれで帰りますけども、また近いうち釣りに行きたいと思いますんで、皆さん次の動画でお会いしましょう。バイバイ。